どうも、エルカビのエルベダです。はい、どうも、デロニアン一です、ということでね、はい、昨日はあれですよ、あの関口宏さんが3月でサンデーモーニング優待なんてニュースもありましたし、ギャラが高いらしいですね。いや、そうですか、はい、柏木由紀さんは AKB 卒業とかいろいろあるんですけども、30だってね、32歳ということで、すごいね、17年在籍したということですけども、15歳から全ての青春は AKB と共にみたいなことなんですけどもね、この後どうなるか楽しみですからね。ゆきりんなんて言われてましたから、はい、僕もね、ゆきひろですから本名はゆきりんであるんですけども、はい、まあちょっとね、昨日たくさんの方に応援していただいたんで、ちょっとこれ喋んないといけないんですけど、 M1 グランプリが、いや、そんな応援されたっけ。やっぱね、コメント結構来てましたからね、 YouTube にも。あ、そうですか。はい、頑張れとかいろいろコメントいただいてたんですけど、ちょっとね、はい、残念ながら敗退してしまいまして、はいはい、昨日ね、ここ何年かないぐらい喉カラッカラになりましたね、終わった後。始まる前も水足りなくて。ああ、そうですか。あんな緊張したのは、ここ何年かで一番ネタが仕上がってたからなんですよね。いけると思っちゃった。ああ、そうですか。で、やってて、これはちょっとお互い違うかもしれないけど、やってて、ああ、ちょっと厳しいかなみたいので、はい、すごいあのベテランボクサーみたいな、あの一瞬こう相手のパンチ外して無理やり笑い取るみたいな技術、ざわざわざわってくるっていう、はいはいはい、俺こんなんできるようになってんだみたいな。なんでしょうね。なんかね、あの、M1 に出て頑張って勝ってる子たちとね、もうなんか、だんだん違うレースになってきちゃった。そうそう、ね、なんか、違うね、なんかレールが違う感じがします。なんかね、でもなんつーの、な、俺なんか格闘技のね本読んでて、格闘技のコンペティションっていわゆるその試合、ライジンの5分2ラウンドとかあるじゃん、ああいうので活躍できた選手はいいんだけど、活躍できなかった選手っていうのは自分の道場で、自分の技を磨く方に走っていくと、そっちに入ってってるかもしれない。やべえ。いや、もう絶対絶対もう来年もダメじゃん。もう来年もダメっていうのは確定しますよ。悔しい。でしかも何が今日悔しいって、お前、昨日2回戦で負けたでしょ、今日は10年前のネタやるライブってこれから出なきゃいけない、10年前調子よくて3回戦よく行ってた時じゃねえかみたいな。なんでそんな時のネタこれからやんなきゃいけないんだみたいな。スケジュール間違えたの。スケジュール間違えたよね、まあ、10年前のネタやるライブ、厳密に言うと2013年ってなるとザ・漫才で、やってたネタをやるライブになるのかな、まあまあ厳密な10年前ではないので、何をやるかっていうのはちょっと前後ぐらいっていう、配信が今後あると思うんで、それもお楽しみにしてほしいんですが、はい、まあ昨日はね、なんかこうライブ行ってさ、ライブっていうのは M1 グランプリ行ってさ、まずもう楽屋にさ、一時期もう知り合いしかいないっていう時期あったじゃない、M1 の楽屋。ああ、まあまあまあ、そうですね、ペンギンズとふざけ合ってた年、懐かしいもん俺。ありました、そんなの。ナオくんとずっと喋ってて、ナオくんじゃないわ、ノブオ、ナオじゃない、ダイナオの方で行かないで、ペンギンズを忘れないでください、ノブオのとばっか喋ってる時期があって、バロンさんも忘れないで、バロンさん、あの兄貴の元コンビ、バロン、誰も知らないよ、もうダメだけどもね、があって、昨日なんか楽屋で知り合い東京クールさんしかいねえの。でジジイじゃねえかよ。おい、全力ジジイ。ジジイしかいねえじゃねえかよ。で挨拶行って、カンカンさんに一言目なんて言われたと思う、ん、お前らセカンドいつからやん。なんかもう次見据えてる2組なの。いやいやいや、あの2組は年齢の割にはザ・セカンドまであと10年以上あるから、あの2人はね、あの組み直してるから、で、もうあったかかったよみたいな、もう楽しかったわみたいな、まあ結果分からんけどなみたいな、もう達観してるんですよ、あの2人は。でカンカンさんに一言目さ、ザ・セカンドいつやって言われてさ、あ、多分 M1 があと2年なんですよつって、僕ら結成が14年で、15年、まあこれちょっと正確な情報わかんないんで、知ってたらコメントください。あの16年目の1月1日に、満16年じゃないと出れるので、16年目までは出れるって確か聞いたのよ。で16年目の M1 と16年目のザ・セカンド同じ期に出れるっていうので、ポークチョップって知り合いのコンビが2個出てるんで、2個と思ってたのかな。で、そう、そうなんですよ。冗談、冗談だけどね。ポークチョップにお前言うな、お前そういうこと。知り合いを攻撃するぐらいでちょっと破産させて、もうやめろ、もうやめろよお前。冗談ですけどね。でそんな情報があって、当然今後ルール改正もあったり、細かい認識の違いもあるんで、そうか分かんないけど、あと2年出れると思うんですよみたいな。で16年目は多分2個出れるんだと思うんですよって言った瞬間の前進むさんが、ほんまみたいな。なんかもう次を見せた。じゃあ進むだけ、ね、前に進んでるということで、前進んでますからね。で昨日もやってみてさ、女の子のお客さんがやっぱ満員で、 EXIT とかさ、真空ジェシカとか、ママタルトとか、カナメストーンとかも人気のコンビもたくさん出るから、他にもたくさんいるんだけど、令和ロマンとかね、でなんかさ、こう
やっぱこう一発目からドカーンって来る感じっていうのがさ、うん、なかなか最近ないなと思ったら、昨日もちょっとそういう感じ、うん、ああいう子たちにもドカーンって来てた年があんだよな俺らみたいな、はい、やり方思い出せねえわいや結構ね。で家帰ってさ、うん、林くんとこう、まあ、後半まあまあ盛り上がったかな、まあどうだろうみたいな話しててさ、はい、家帰ってさもう一回ネタ帳見直してさ、うん、あれ途中から全部外してないっぽいって思って、うん、あれ受かるかもみたいになってきて。ああそうですか、うん、まあでも99組中26組ぐらい受かってなんて、あ、はい、だそこ入んないとダメだよね、やっぱ3分の1は受かるわけでしょ、まあね、これはなかなか辛いというか、だからどっちなんだろうね、うん、まあその採点の仕方がどっちにいってんのかなっていうのを考えたりとかしたけどね、うん、これね面白いことを書いてる子がいて、あの昨日も一緒になったリップグリップって昔僕ら事務所で一緒だって後輩だった兄弟卒のコンビかな、のあの天才か奇人かのどっちかに分かれる頭がいいやつとちょっとイカれたやつに分かれる大学で有名な、うん、大体そうなんだよ頭いいやつで、うん、でこれね面白いこと書いててツイッターに、あの YouTube にどんな面白い動画をアップするかで競うというより、うん、メントスコーラをどれだけ面白い動画にするかで競わなきゃいけないというか、枠組みは意外と自由じゃないというか、これはこれで最も難しいことで自分にできることはない気がする、うん、これ例えなんだよね、まあ、つまり YouTube に面白い動画をアップするというよりメントスコーラをどれだけ面白くできるか、うん、みたいな風に感じたという、あ、まあ、彼の性格の悪さが出てるんですけど、大会そのものを分析するというちょっと誰からも好かれない感じの、そう、まあ、僕もよくこんなことやって仕事もらってましたけども、なんか面白いなっていうかね、うん、全然まあもう枠にはまってんじゃねえのっていうことでしょ、うん、いやで言いたいのは、うん、でも、まあ、まあこれに関してはその俺はもうメープル超合金見てたからね2015の、うん、メープル超合金なんてかつての M1 で絶対認められないような割とこう言い方が羅列というかその小ネタ集みたいのを一個にまとめて、うん、めちゃくちゃ受けて、うん、いやこれ M1 ってないでしょみたいな思われてたと思うけど、うん、ドカーンとやっぱ決勝行ってブレイクするっていう、本当に突き抜けたら別にこの違う枠組みでもいけるっていうのはもう証明してる人は何組かいるっていう前提で喋るけれども、この枠自体を使うことの面白さをちょっと覚えちゃうと戻れなくなるっていうのはあるかもしれない、麻薬的な、なんかこの枠組み自体を使って遊ぶっていうのが一個外に出ちゃうと、なかなかここ中で遊ぶのがなんか、なんかやろうとしてんだけどね、なかなかうまくできないのは、うん、そこはちょっと難しいのかなみたいな、あちょっと、まあ、8年も経ってるしまたなんかちょっと変わってると思うからね、まあいろいろね、それはねっていうことで、でそのカンカンさんにさ、お前ザ・サイカンド次ツヤって言われたっていう話なんだけど、うん、そもそもね M1 何年か忘れましたよ、あの2016か、にたまたまライブの時に一言目ですよ、お前らなんか今年行くらしいな決勝って言ってきたのが、カンカンさんなんですよ、2ちゃんで見たと、あの下馬評が高いとで、はい、その年に俺ら2回戦で、ね、まあ、当時のマネージャーさんで言われたのは、2回戦1位だったらしいと、その日の、まあ、はい、でカンカンさんのよく分かんない情報もあったから、これ行くわみたいな、思って3回戦同じネタでややよけで落ちたんだけど、でその時にもうライブでも言うようにしてて、なんか行くって噂あるらしいですよみたいな、なんかそれも一説にトータルテンボスさんが噂を極力広めるようにしてたみたいな、トータルテンボスさんが来てるらしいみたいな、そういう情報もあったんで、でいや俺ら行くらしいですよみたいな言ったら、楽屋でものすごい否定してたのが三四郎の小宮君だったという絶対行かないと思うって言ってたっていう、だこのカンカンさんがさ日本浪されるままでいくとザ・セカンドまで耐え忍んでも受けないかもしれないよね、まあそうだねお前らはザ・セカンドだとね、そういう、まあまあね、あと昨日ねあのいいことがあってね、準々決勝まで進んでいる人はシードなんですよ今年から、前まで準決勝だったんですよ、だから今回シード組は、広い楽屋当てがわれてるんですよ、あったね、あれで、久々のおいなめんなよ感が、ちょっとこれいい、あったね、座敷の方にいたね、最も良かった時の朝倉未来のマインドですよ今ちょっと守り入ってるでしょ実業家の、ふざけんなお前、俺ストリートでどんだけやってきたと思ってんだって、 あの時の無敵感みたいので舞台迎えて、だからね結構ねマインドは良かったんだよね昨日ね、
なるほど、うん、まあ確かにね、うん、なんか楽器は別になってたもんな。でやっぱりさあれはどうなんだとは思うけど、いやでもさ悲しいのがさ、やっぱりあそこにいた子たちがまだデビューする前とかに俺ら目立ったりしてたっていうことなんですよ多少、うん、でだんだんその昔からのスタッフさんは俺らのこと知ってるけど、うん、スタッフさんによってはもうちょっと俺らの知らない人もいるだしさ、うん、そういうのってちょっとは思うよ、あの反骨心じゃないけどさ、うん、より分かりやすく裏では格付けが起こってるってことですよ皆さん。いやいや、これ忘れないでくださいね。表で起こってるんですよ、準々決勝行ってシードの組なんですから。あのお笑いには格差がちゃんとあります。いや、うん、いやだからなんかそうだよな、なんかExitのカネチーがインタビュー受けててね、俺らが出番終わって帰ろうとしたら、うん、俺らもねインタビューしてくれる優しいカメラマンさんの人いるんだけど、うん、カネチーがこうインタビュー受けてカネチー言うの時に、一応テレビ局で会った時にカネチーめちゃめちゃ丁寧に挨拶してくれたから、うん、一応会釈して、うん、で本当はカネチーの今年の騒動いじるネタもあったんだよなみたいなこと思いながら、はい、俺は帰っていったね。そういうこと。俺も挨拶したらカメラ回ってる前でこっち見て、うん、笑顔で会釈して、いやマジあの子だって、あの子俺のこと知ってるか知らないか一回置いといて、うん、メイク室の時に一人だけ立ち上がっておはようございますってやってきたんだからね。数ある芸能人の中で、うん、すごいことよ。いや、うん、だからまああのポジションにちゃんと、それはそれは間違いないね。だからさっき俺座敷がどのこうの格差あるんだけど、うん、カネチーだけは俺は座敷でいいと思うよ。なんで他のやつ全員だもん。俺らに態度いいかどうかで決めるだもん。もう全部そういうもんですよ人間なんて。俺なんかわらふじなるおの口笛なるおが当たり前に座敷行った時ちょっと腹立ったな。あの殴ってもいいと思う。なことねえわ。殴ってもいいと思う。キングオブコント何回決勝行ってんだよ、3回も行ってんだよお前。ねいいと思いますよ。殴っていいと思う。いやーそういうようなね、うん、ほどでしたね、うん、これだからさ、これリアルに言おう、うん、このM1 で1回戦受かってるっていうだけでもリツイートとかしてもらえるから出た方がいいんだのは前提なんだけど、もう来年は出ない方がいい説もあるよな。なんかこの俺らの中のベストを持ってっても単純に面白くないっていう評価にされることも、まあそうはなんないのかもしれないけど、今の時代ねいろんな最低基準があるから。いやどうだろうね、あんま俺期待してないけどね。こう出なかったわけじゃんベテランの人たちって、はい、その出ないっていう選択をした人がいるわけですよかつて。うん、確かどうだっけな、18金さんとかそうだったんじゃないかな。まあ、かといって、まあ、名前出したら後に言うのもあれだけども、うん、成功してるかどうかは別として、うん、だけどね、まあどうだろうな、なんかまあやってる感じとかはやっぱ、まあ、受けなきゃダメっていうのもあるけど、ドカンでね、でもそれだけじゃない感じもするからな。でも後半ね、間違いなく俺らね、あの受かってた時って拍手受けあったからね、今までは、まあ、前ね、最近そこまで持っていけないところがね、ちょっとあるという、まあ、ただ全部の日程が終わった後に一応追加合格発表があるということで、ただ結構レビュー見てるとこう拍手受けで落ちてるコンビも何組かいるらしいんで、なかなか俺拍手受けまで行ってないのも厳しいと思うんですけど、ただまあちょっと自慢じゃないけど俺は追加合格2回経験者ではあるんで追加合格には、いや俺もう全く何も期待してないですよね。僕はそこにも期待してない。まあデロリンさんは基本そういうスタンスでいるっていうところありますから、もともとまあ僕はね、うん、ああこんな感じかなと思って見てますから、だからまあちょっと追加合格は一応、まあただその出てる以上は、うん、手抜くわけにいかないんで、その最終日までは次やるかもしれないやつとかをやっていくのかな、うん、ネタとしては、まあ、ネタはやりますけどね、ちゃんとやりますけども、そういう感じになるのかな、うん、ということで、まあ、昨日ね負けたんで、うん、M1 やっぱりこう宣伝ツールとしては一番使えるので、うん、昨日ちょっとフライングで発表しましたが、うん、12月22日にエル歌舞伎の年末の大きい単独ライブが、新宿ハイジア V1 といういつもと少し違う会場で行います。19時半からかな、金曜日やりますので、うん、これちょっと概要まだ作ってないのでチケット予約配信等はまだ買えないんですけども、ちょっと、作れるようになったらまたツイッター等で告知したいと思っております。ぜひねそちらの方も、チェックしてください。おい、まあ、ちょっとそっちは60分ぐらいバーッと、下半期の陣ネタやっていくような、ライブになってます。60分から90分かな、ということで、まあ、ちょっと今からねジャイアン元ジャイアントジャイアン川社の主催のライブに、いつも彼はあの豊島区でライブを行うことでおなじみなんで今日豊島区に来てますけど、豊島区あたりに住んでんだろうなと思っていやいや分かんないけどねだなと思って僕は西武ライオンズをすごい応援してますからね、こう埼玉に、アクセスのいいところにいるのかもしれませんが、めっちゃ行くやんということで、ちょっとこれから迎えたいと思います、はい、そちらも配信が後日あるそうなのでそれもちょっとどっかで宣伝したいと思います、はい、といったところで、またお聞きなさってください。お願いします。